長崎くんち、長崎おくんちは、長崎県長崎市の諏訪神社の祭礼である。10月7日から9日までの3日間も様される。国の重要無形民族文化財に指定されている。竜踊り、鯨の潮吹き、太鼓山、オランダ万歳、御朱印船など、ポルトガルやオランダ、中国、ベトナムなど南蛮、高毛文化の風合いを色濃く残した、独特で、 ダイナミックな出し物を特色としており、笠鉾、英物、太鼓山など、京都や堺の影響も伺える。君んの名称は、旧暦の徴用の節句に当たる9月9日に行ったことに由来するという説が有力である。宮やぴ、とと表記されることもあるがこれは、後年の当て字で、諏訪神社への敬意を表して、語をつけたことから、お君治とも呼ばれるようになった。博多お君治。 カラツくんちと並んで、日本三大くんちと呼ばれる。長崎諏訪神社祭礼、手祭式絵はがきくんちは、前日、中日、後日の3日に分けて行われる。諏訪神社に祀られている3体の神体が、前日に、諏訪神社の本宮から、大鳩に設けられたお旅所に下り、後日には再び本宮に登るという神事が行われる。各踊り町は、 諏訪神社本宮で出し物を奉納した後、旧八坂町の八坂神社、お旅所、長崎市公会堂などの踊り場場でも奉納を行う。その後旧市街の各企業や民家の入り口前で出し物の一部を披露する。中日、後日にも各所で奉納踊りが行われ、同時に庭先周りも行われる。庭先周りで踊り町が訪問する企業や民家は、 玄関に万幕を張って踊り町を迎える。長崎くんちは、諏訪神社のう子にあたる長崎市内の各町が、出し物と呼ばれる、様々な演目を奉納するものである。長崎市にある59の町がここから7町ごと7組に分かれて、年ごとに奉納する。その年の当番にあたった町を踊り町と呼ぶ。すなわち一つの町を見ると、7年に一度、踊り町が回ってくることになる。 ただし、特別枠として参加し、本来の周期以外の年にも踊りのみを奉納することがある。移動中の傘鉾踊り町ごとに得意とする出し物がある。川船、竜踊りなど多くの出し物は、複数の町が奉納するためほぼ毎年数年ごとに見られるが、一部の出し物は一つの町しか行わないため、基本的に7年に一度しか奉納されない。 出し物の稽古始めとされる6月1日の行事。踊り町が諏訪神社や八坂神社を思うでで、練習の無事と本番での成功を祈願する。午後からは打ち込みと呼ばれる、くんち関係者への挨拶回りを行う。庭先回りと同様に、周辺の企業や家庭では、満幕が張られる。くんちの始まりを告げる、ことはじめ神事と三木のみこしを担ぐ、みこしかみ町の清し払い。 ことはじめ神事では、当年の踊り町の役員らが、大祭の始まりを神前に報告する。御神吉清払いでは、巣は、森崎、住吉三社の御腰を担ぐ関係者が、新払いを受け、大祭期間中の安全を祈願する。10月1日の行事。く地で使用する衣装や道具を公開する。夕方から開始される10月3日の行事。庭先回りと同様に、 企業や家庭は満幕を張る。にぞろいもしくはにぞろいと読む。本番の衣装をつけその町内で町内の人間に対し披露するリハーサル。大体午後1時頃から行われる10月4日の行事。10月6日の夜に行われていた非公式行事。佐じ奇跡と違って無料で座れる長坂に前日から徹夜で張り込みを行う者が暇を持て余し。 勝手に出し物の真似事を行ったことに由来。定番行事となっていたが、実行委員会により長坂の徹夜張り込みが禁止され、政治献制となったためその伝統は途絶えた。法能踊りとして披露される出し物は大きく分けて、踊り、英、え、物、え、担ぎ物、通り物に分けられる。それぞれ和風、洋風、中国風のものがある。踊り町ごとに様々な種類の踊りを行う。 本踊り、オランダ万歳など。英語の下に、車輪のついた出汁を引き回すもの。ほとんどは船をモチーフとしたものであり、船とも呼ばれる。流船、川船、東人船、餃子船、鯨へなど。担ぎ物体制の担ぎ手が担ぐ出汁物。竜踊り、太鼓山や、シャチ太鼓など。よそで見られる見こしのように担ぐだけでなく、引き回したり、高く放り上げて。 片手で受け止めるといったダイナミックな動きに特徴がある。通り物行列そのものに面向きがあるもの。大名行列、兄を、現在は単独ではほとんど行われておらず、奉納の一部で見られる場合がある。なお、シーボルト著、日本には、太鼓さんとクジラの潮吹きがイラストで紹介されている。もってこいそ,そくさと帰ろうとする指揮者を当選母した上で、もってこい。 持ってこいという掛け声を2回かける。その際、両腕もまた2回上げる。アンコールの意で用いられる。厳密には、傘鉾や演目を終えて運び出された、ええものや、担ぎ物を持ってこいという意味であったと言われる。またで番前の町に対しても用いられることがある。NHK 長崎放送局が毎月発行している広報誌、持ってこい長崎は、この掛け声から取られている。 また、かつては、広報誌と同タイトルの地域番組も NHK 長崎放送局が放送していた。書毛やあれ、書毛やあれから来たと言われる踊りなどへのアンコールのための掛け声。上記の持ってこいと使い分けられる。ふと回れかさほこが回るときに掛けられる掛け声。ふとく回れの意味。よやかさほこが見事に回ったときに掛けられる掛け声。長崎独特のたこ揚げでは、 勝負ありの掛け声でも使われる。くんちで奉納される出し物の代表格。現在、鹿児町、諏訪町、筑後町、五島町が奉納しており、毎年のように見ることができるのだが、踊り町によって、内容や登場する竜の種類や演出は異なる。基本的に竜が玉を追いかける、玉追い黒を巻いた竜が、自分の体に隠れた玉を探す、ズグラ銅の下をくぐって再び、 玉追いの流れとなっている。銅くぐりを行う際は、頭がくぐり終わったところで、四尾衆と九番衆も同じ場所をくぐらせるため、流体がよじれないようになっている。交代要因や、葬式、流式すべてを合わせると、流一頭の宝能踊りを80名程度の人員が構成する。構成玉使い流が追いかける玉を持つ。玉使いと流衆は重労働であるため、 交代要員が用意され、総交代を行いながら演技が披露される。流衆頭の担当者を四同衆、同体の担当者を二番手九番手、尾の担当者を四尾衆と呼ぶ。担当位置によって動きは異なってくる。林方町ラッパー、大大子、大ドラ、シワツズミ、小金、ハスバガネなどの楽器にて構成される。シワツズミ表面に貼った皮を、 塔の棒で打つとパラパラと音がする。少々地育材の棒先を軽く当てて鳴らす楽器。ハスバカネシンバルのような楽器で大ハスバガネ、中ハスバガネ、小ハスバガネに分かれる。大罰を途中罰をはすり合わせるように鳴らし、小罰をは打ち合わせて鳴らす。椛島町が完成11年より、上町が平成28年に奉納している出し物である。正式には、 太古さ山という名称で、国庫で書は、担ぐ時の掛け声から来ている。江戸時代、長崎で陸揚げされた貿易品は、堺商人の海戦で全国に運ばれており、商船の船頭や水夫は、川島町の宿を上宿としていた。この船頭集から、堺団子里や各地の踊りが伝わり、各地の要素が合わさって、川島町独自の出し物になったと考えられている。 太鼓山は船、サイブリは船動、踊りは船や波の動きを表している。出しは担ぎ屋台となっており、四本の担ぎ棒に大太鼓を囲む矢倉を組み、その上に五色の台座布団を乗せて屋根としている。太鼓の四方には赤い投げずきんをかぶった四人の男の子が座り、演技に合わせて太鼓を叩く。担ぎ棒にサイブリ人を乗せ、担ぎ手が足元を押さえ、 サイブリが体を反らし、大きく、サイを振って、コ来へを歌いながら入場する。踊りは、太鼓さんが長坂に向けて突っ込む、飛ばせ、掛け声に合わせて、出汁を天空に投げて、片手で受け止める、こっこでしょ。踊りは場の中央で出汁を回転させる、回せ、再び出汁を投げる、こっこでしょで一回が構成され、これが四回繰り返される。二回目の演技が終えたところで一旦退場しかけ、 観客の、もってこいに答えて3回目を行う。3回目の途中の、こっこでしょで、担ぎ手は一斉にに発表を投げ上げ、さらに4回目の演技を終えたところで退場する。退場する際は再びサイブリ4人を担ぎ棒に乗せ、放来へ訴えながら踊りばばを後にする。厚生よろず山地が奉納する出し物で1778年に、たまたま町内に来ていた。 唐津呼子のものの勧めで奉納されたのを始まりとする。クジラの姿をした、ええものと小舟のええもの、ナヤの形をした、ええもので構成され、クジラを港に引き込みナヤで大量を祝う様子を表現する。前日に出てくるクジラは大きく動き回るが、後日になると縛り付けるように網をかけられ、ナヤにも雪やつららなどがつき、冬のクジラの追い込みの姿を表している。 クジラ演目の主役であり、引き回しを行って、クジラの泳ぐ姿を表現する。中には、人が入っており、からくりを操作して、水を4から5メートルの高さまで吹き上げる。や出し物の主体となる、英物に生やし方を乗せることができないため、生やし方は、やの形をした、専用の英物の中から楽器を演奏する。小舟船,船同士を演じる子供が上に乗る、小さな英物で、 先導衆はこの上に立ち上がって、クジラ弾き歌を歌う。昭和9年に、長崎市主催の国際産業博覧会が開かれた際、花柳寿樹太郎指導のもと、前年に発表された、オランダ風三河万歳の踊りを、町県の芸技衆が演じたのを始まりとする。南蛮風衣装に身を包み、オランダ人男性に噴した、青い服を着た万歳。 黄色や大体色の服を着た斎造というピエロの踊り子二人が主役となり、日本風、中国風の踊り子らと共に、呼吸や木琴などの民心楽に合わせて踊る。長崎に漂着したオランダ人二人が生計を立てるために、万歳を披露しながら、正月を祝って回ったというのが主な筋書きである。当選数を持つのが万歳、鼓を持つのが斎造である。初演から、 長らく女性のみが万歳と再造を務めていたが、2013年に初めて栄町が下流流経験者の男性二人組によるオランダ万歳を奉納した。踊り町が有名であるが、踊り町以外の役割で参加する地域もある。踊り町出し物を披露する地域。全59町が7組に分かれ、7年に一度出し物を奉納する。なお、特別出演として、 本来の順番以外の年に参加する場合もある。過去の出し物や出演予定は、長崎伝統芸能振興会による長崎くんち公式サイトの踊り町と出し物に詳細が記載されている。新吉町を登りやお下りで三越活ぎを担当する地域。6年で一巡する。年番長くんちの世話役。 踊り町を担当する地域が踊り町を務めてから4年後に担当する。踊りを奉納していない町は年番長のみ担当している。笠鉾の担ぎ手踊り町のシンボルであり、必ず踊り町の行列の先頭を歩く笠鉾。担ぎ手は踊り町でなく、専門の担ぎ手団体が担ぐようになっている。白どっぽ白い袖の葉っぱを着て、長坂に大勢で陣取る。 人物たちの総称。法納踊りが始まり、気に入った者には、もってこい、本踊りには、諸毛やあれ、気に入らなければ、もっていけいと扇動して、やじを飛ばしていた。1634年に、神前にて用局、駒を、武前国なか出身の幽女である高尾と音羽の二人が、奉納したことが、始まりとされる。もともとは、キリスト教徒を鎮圧するために、 長崎奉行、榊木原日高みの肝入りで始められた。江戸時代、編集明治、編集大賞、編集、昭和、編集寄合町、江ノ木津町、西古川町、本上谷町、新大久町、栃屋町、新橋町、金谷町、大村町、本後島町、今町、玉江町、丸山町、油屋町、下地区五町、今加護町、 梶ジ町、東、中町、文吾町、本、下町、外浦町、一万歳町、西中町、寄合町、高前町、今下町、宿町、東条町、馬町大国町,町、八坂町、東浜町、東、古川町、本古賀町、銅座町、丸山町、桜町、小川町、内中町、西条町、八百屋町、勝山町、恵比寿町、 高野町、ヶ稼町、伊勢町、台場町より愛町、本大区町、今博多町、本高野町、今魚町、本加護町、材木町、小町、上畜後町、江戸町、本高前町丸山町、古道町、引き地町、本石灰町、桶谷町、大井町、船大区町、袋町,町、酒屋町、敵大区町より愛町、船津町、本博多町、本博多町 川島町、平戸町、八幡田町、郝寺屋町、よろ津や町、西浜町、金屋町、諏訪町、丸山町、高然町、本加護町、今葉方町、上地区町、江戸町昭和、編集より愛町、小鳥大番町合同、連合町、ひ田たし、古川町平成、編集令和、編集。ありがとうございます。